マル役マトリョシカトロピカル。3月30日にセミナーを行います。それで、受付を始めましたので、お知らせです。で、基本的には AI 技術の最近の2つの動向についてお話しようというふうに思っています。まあ、この間、12月、1月、2月と大規模言語モデルの数学的モデルの話が続いたんで、今度は、IT 技術者の人たちを主要なターゲットとして、現在 AI の分野で関心を集めている話題を2つほど取り上げようというふうに思ってます。一つは、現代の AI 技術のソフトウェアの心臓部分だと僕は思ってるんですけれども、エンベディング技術の新しい展開についてです。でもう一つは、同じく現代の AI 技術のシステムの土台になっている大規模言語モデルのアーキテクチャ、それを見直そうという動きですね。この二つに、絞ってと言ってもそれぞれ、いろいろ、広い内容があるんですけれども、その概略をお話しするということを二つにフォーカスしようというふうに思ってます。で、最初のエンベディング技術の新しい展開についてですけれども、すでに、今年の1月に OpenAI のテキストエンベディング3っていうのがローンチされてますんで、まあ、それに注目されてる方も少なくないと思っています。で、エンベディング技術を利用して新しいプログラミング素材の習得。で、これは多分 AI 時代の IT 技術者の必須スキルになるというふうに僕は考えています。この分野の動向には目が離せません。もう一つの2番目のテーマである大規模言語モデルのアーキテクチャの見直しでは、AI システムの非常にドラスティックな変化を予告するような研究が進んでいます。で、基本的には大量の高価なハードウェアと膨大な電力消費の上に、現在の AI システムを構築されているわけですが、その大胆な見直しが提案されています。典型的には 1bitLLM というやつですね。で、今回のセミナーではそうした研究動向を紹介したいというふうに思っています。で、まあ、そのセミナーのタイトル、奇妙な印象を持つ方がいるかもしれないんですけれども、実はこれは今回の2つのテーマと関連があるんですね。あまり詳しいことはここではお話ししませんが、それについては以下のショートムービー、マトリョシカ編とトロピカル編がありますので、ぜひこちらも見ていただければというふうに思います。で、繰り返しになりますけれども、今回のセミナーの構成は2つのテーマを取り上げます。で、2部構成ですね。で、第1部は、パート1なのかな。エンベディング技術の新しい展開。で、これマトリョシカ、リプレゼンテーションラーニングってやつの論文を紹介しようというふうに思っています。で、パート2は大規模言語モデルアーキテクチャの見直しで、これは 1bitLLM という、まあ関連して2つの論文を紹介しようというふうに思っています。まあ基本的には論文を読むというスタイルでやってきますので、そのスタイルで進めていこうというふうに思っています。で、それぞれの構成なんですが、すでにもうショートムービーいくつか出てますけれども、パート1のエンベディング技術の新しい展開ではこういう内容を考えています。で、最後のオープンエアのエンベディング3のところはまだやってないんです。これはまあドキュメントもたくさん出てるサンプルもたくさんあるんで、大して手間はかからない、ご自身でやるのに手間はかからないというふうに思っています。で、第2部、このはまだ途中、実は今日の時点でまだ途中なんですけれども、まあこういう構成を考えていて、で、まあトロピカルの話は実は今回あまり丁寧、まあ先ほどショートムービー紹介しましたけれども、次回のマルレクで、トロピカルアルジェブラの話、まあ、特に、DNN、ディープニューラルネットワークとの関係で、トロピカルアルジェブラ、まあ、これでもいろんなところで、つなぎが見えてきてるんですよね。で、それは次回のマルレクできちんとお話できたらというふうに思ってます。で、まあ、大事なことは、
トロピカルダイスって名前は変だし、ダイス幾何ってなんか全然普段の数学ではあまり会うことが少ない人も多いと思いますけれども、あれなんですよ、掛け算を足し算にしちゃうとかね、足し算をもっと簡単にするっていうやつなんですが、少なくともその掛け算を足し算に直すっていうのはあれですね、対数、ネピアの対数っていうのは実はまあ、実用的にも自然科学の、まあ、膨大な計算昔から自然科学に必要だったんだけれども、そういうのに対数の発見というのはもうすごい大事な役割を果たしたんですが、それに当たる、それに相当するものだと僕は思ってます。掛け算を足し算するというのはそれで圧倒的に計算が簡単になる、でそういうことが発見されたというのがこのダイソー幾何のトロピカルアルジブラってのはそういうものだと、応用の面から見たらそういうものだと思っていいと思っています。だからそんなに名前で、まあ、名前はこう奇妙な名前なんですけども、ダイソー幾何のあれだというと何なんだそれはと思う人がいるかもしれないですが、応用の意図ははっきりしてるし、レルとかアクティベーターも実は非常に綺麗にマックスだけで表現できるのはそれは多分ご存知かもしれませんけれども、そういうやつですね。だから意外と応用のつながりって点では分かりやすいんじゃないかなというふうに思ってます。ただそれは実はワンビット LLM の動きともすごく結びついてるんですね。そういう意味では DNN の基礎のところから見直しが進んでるんだというふうに考えてもらえばいいんじゃないかなというふうに思っています。3月30日のマルレク、マトリョーシカとトロピカル、お申し込みお待ちしています。